どうも、たけしです。今回80回目ですね。80日連続勝者終わりました。比較画像については90日連続でやってから公開します。今日は雪がたくさん降りました。それで今年の1月にも雪がたくさん降ったんですけど、その時除雪してて左側の腰が痛くなったんで、今年のねこの12月は除雪機を使ってやりました。家庭用除雪機です。買ったのは数ヶ月前なんですけど、届いたのは11月かな。今日使ってみました。家庭用除雪機としては悪くないです。欲を言えば除雪車が欲しいです。飛ばすタイプなんですけど、意外とね2メートルから4メートルは飛ばせました。ただ自走式ではないのでちょっと腕の力が必要です。またすごく硬い雪には対応ができないので、そういったところには行かないようにします。まあ1台あれば手だけで除雪するより非常に楽です。腰も痛くなりません。腕がちょっと痛くなる程度です。私の住んでいるところは雪国なので雪が降るんですけど、去年とその前はそんなに降らなかったです。なのに今年の1月やまたね今月2021年12月ラニーニャ現象のせいで雪が多いです。困りました。アイスダンディについてはもみあげの下は確かにバチンって痛いですけど、それよりもちょっと気になることがありまして、もみあげの近くを照射するとき、もみあげも巻き込むんですけど、そのときねもみあげがくるんってなったりするんです。まあ私直毛なのでパーマをかけておりますが、いやまさかよくどうなのかな、したことある人いるのかは分かんないんですけど、髪の毛を燃やすとチリチリってなるような感じが照射したもみあげのところに若干現れました。まあもみあげの近くよく見るとそんなにひげがないので、そこはちょっと今後避けていこうかと思います。もみあげの下はねアタッチメントをつけてゆっくりやっていきます。ちなみに今回もこの連続照射の機能を使ってやってますが、もみあげの下は単発照射にしてやってます。もみあげのところをやるときは気をつけようかなって思いましたよ。
はなんだろうな、まあ90回まで残り10回、だいたい3ヶ月分になるんですけど、果たしてヒゲはどこまで伸びづらくなってるのだろうか。こういうアイスダンディの動画ばかりアップしてると、 YouTube を開いた時にアイスダンディの広告動画がトップに出てきます。見るたびに思うのですが、過大広告すぎるな。あとは動画見てる時に出てくるアイスダンディの広告も、この人たちは嘘ついてるなって思いながら見てます。そんなたったの4週間でヒゲ剃りが楽になるわけはねえ。私が身をもって証明しております。今後まだまだ100回以上続けます。購入を検討されている方はぜひともご覧ください。それではたけしでした。良いお年を。2022年もよろしくお願いします。